第10位、立正厚生会。立正厚生会とは、法華経系の在家仏教教団です。すべての人が人間的に向上し、最終的には仏になることができるという唱えのある法華経を基盤としています。少し怪しい勧誘や怪しい商品の販売等もあるため、多少のトラブルなどはあるようですが、他の大きい宗教団体に比べると比較的少ないようです。芸能人だと、さだまさしさん、森進一さんらがコンサートを行っていることから、信者ではないのか、という噂があります。第9位、新天地イエス教会。キリスト教系の宗教と自認をしていますが、キリスト教系教団からは異端として扱われているようです。新天地イエス教会の信者がキリスト教系教団に紛れ込み、牧師の不正などをでっち上げ、そのまま教団を乗っ取ってしまう手法をしていました。また、マインドコントロールを受けると、家族をサタン呼ばわりする、反対する夫との離婚を指示されるなど、カルト特有の家庭崩壊や人間関係の破壊が起こっています。2022年に10万人もの人々を集めて修了式を行ったのは真新しいが、実は水増しして見せかけたフェイクであることが、脱会者の証言で判明しています。第8位、検証会。正式名称は富士堆積寺検証会という名前で、仏教系の宗教団体です。検証会の勧誘は度を超えたものが多く、入信を断った人に暴力を振るったり監禁したりと問題になっていました。中には、入信しないなら五体満足ではいられなくなるなどと脅迫をする人もいたようです。対立する創価学会の本部へ凱旋者で突撃して、数十人が逮捕されたりと、かなり過激な行動を起こしています。木村拓哉さんが入信していたのではないかという噂が流れていましたが、これは全くのデマであり、熱心な検証会の信者が広めたのが真相だそうです。第7位、光の輪。オウム真理教から独立したのが光の輪です。オウム真理教では朝原彰晃が柴神の化身であるとされていました。それを踏まえ、柴神を崇拝をしないなどのオウム真理教とは関係がないことを主張しています。信者らは友人作りやイベントへの参加を口実に SNS でやり取りした後、実際に喫茶店などに誘い出し、団体名を隠した仮想のヨガ教室や勉強会に勧誘、人間関係を深めた上で朝原彰晃の名前を出さずに教えを伝えたり、地下鉄サリン事件は団体以外による陰謀だという考えを植え付けているそうです。第6位、エホバの証人。エホバの証人とは、1870年代に誕生したキリスト教系統の新しい宗教です。唯一神エホバを崇拝していて、キリストが神であることは否定しています。エホバの証人は多くの禁止事項が存在します。インターネットやゲーム、ギャンブル、異性との婚前デートなどが禁止されていました。学校も意味がないとされ、義務教育以外の大学などは禁止のようです。有名なものでは、輸血が禁止です。手術中、エホバの証人の信者にやむを得ず輸血をしたところ、病院側に慰謝料を請求するという事件も起きています。子供には鞭打ちの体罰などをして教育していくのだとか。海外ではマイケル・ジャクソンも元エホバの証人として有名です。第5位、法の花散歩業。法の花散歩業は、霊感商法に関わる詐欺で利益を上げていた新興宗教団体として存在していました。現在では名前を変え、天下の救済として活動しています。勧誘を行った後に、高額な費用のかかる研修にそのまま誘導していくようです。4泊5日で200万以上の超高額、払えない人には消費者金融でお金を借りさせて研修費用を支払わせたこともありました。過酷な研修では、睡眠時間は2、3時間しか取れず、食事も制限することで睡眠不足、空腹でフラフラの状態になります。その中で、楽しい毎日ですなど絶叫させ、精神的に追い詰めていきます。研修が終わると、1000万以上する高額な掛け軸や手形を購入するように強要されます。教祖の福永法源が、最高ですかと信者たちに問いかけ、信者たちが拳を振り上げながら、最高ですと叫ぶ。これを繰り返すことによって、信者たちをマインドコントロールしていました。第4位、統一教会。統一教会とは韓国が発祥の宗教です。統一教会では合同結婚式というものを行います。合同結婚式は複数の信者同士が結婚式を挙げるのですが、結婚相手は教祖様によって選ばれてしまいます。合同結婚式場に行き、初めて相手を知るそうです。
その他にも脱会希望者を拉致監禁をし説得をし続けるなどをしていました。あまりにも手法がひどすぎるということで刑事告訴されるまでに至りましたが不起訴になっています。安倍晋三さんやその妻である安倍昭恵さんも統一教会に所属していると言われていました。2022年の7月8日に安倍晋三さんが銃で背後から2発撃たれ搬送先の病院で死亡が確認されました。犯人の山上容疑者は母親が宗教団体にのめり込んで破産した、安倍氏が団体を国内で広めたと思い恨んでいたと供述していたと報道されました。山上容疑者は統一教会に恨みを持っており、安倍元総理とつながっていると考え殺害に至ったのではと言われているようです。第3位、幸福の科学。幸福の科学は1986年に立宗した神々の主とされているエルカンターレを信仰対象としています。会員数が1200万人以上と教団公式が発表していますが、よく考えると10人集まったら1人は幸福の科学の信者である計算に。幸福の科学は毎年東京ドームなどで大講演会を行っています。幸福の科学がヤバい宗教とされる要因に大川隆法総裁の高齢があります。これは大川総裁に霊を呼び出し更新するというものです。今まで歴史上の人物では坂本龍馬やイエス・キリストなどを降霊しています。有名人ではバイデン大統領やプーチン大統領や新海誠さんなどを降霊していました。亡くなっている方ならともかく現在でも活躍されている人を降霊するとかちょっとひどすぎますよね。幸福の科学に入会後には三期請願というものをしなければなりません。身も心も投げ出し幸福の科学を信仰することを誓います。一歩間違えれば洗脳と勘違いされてしまうような行動ですね。第2位、創価学会。創価学会とは日蓮大聖人の仏法を信奉する団体です。歴史は長く1930年に設立した創価教育学会が始まりです。創価学会の何がやばいのかというと、まず勧誘がしつこいです。創価学会はとても大きな組織で身近にいらっしゃる方もいるかもしれません。熱心な信者の方はその考え方が正しいと思っている場合が多いです。なのでこちらの話は聞く耳持たずに何度も勧誘を繰り返してきます。勧誘を断ると集団ストーカーされることもあると聞きます。盗聴盗撮、いたずら注文配達、いたずら電話、郵便紛失、子どものいじめなど様々な嫌がらせをしてきます。個人対多数なので証明や解決が非常に困難になります。他にも脱会できないという噂もあります。創価学会には多くの芸能人が所属しており、滝沢秀明さんや石原さとみさんや上戸彩さんが有名ですね。芸能界には創価学会に所属する芸能人の方はたくさんにいるようです。第1位、アレフ。アレフはオウム真理教の後継団体とされています。光の輪は朝原彰晃に対しての帰依はないですが、アレフは朝原彰晃に対しての帰依が強く見られます。現在ではコロナ禍により SNS での非対面型勧誘が多く行われています。まず最初は友人作りやイベントへの参加を口実に SNS 上でやり取りをします。その後に実際に喫茶店などに誘い出し、団体名を隠しながら勉強会などに勧誘をするようです。1995年の地下鉄サリン事件を国の陰謀だなどとしてオウムの関与を否定、最後に教団名を明かして入信を進めるそうです。公安調査庁はアレフなどの施設への立ち入り検査をすでに10回ほど実施しています。未だにアレフは活動の実態を明らかとしていないようです。オウム真理教の後継団体として警戒は変わっておらず、ヤバい宗教と考えてもいいでしょう。以上、ヤバい宗教ランキングトップ10を紹介しました。日本は宗教の選択は自由ですが、入信したら人生終了してしまうようなヤバい宗教も存在しているので、入信の際には十分にお気をつけください。何か勧誘にあったとか被害にあった方いましたらコメントしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。